うん、リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。グッチャさん、止まるな、進め、エレンを守れ。目方の中身が、それとも複数いるのか。ヤケモン、かかってこい。刺し違えてでも倒す。やはりか、来るぞ、目方の巨人だ。今度こそやります。俺が奴を。このダメだ。巨人にはなるな。俺たち3人で目方の巨人を仕留める。エレンはこのまま全速力で本部を目指せ。俺も戦います。これが最善策だ。お前の力はリスクが多すぎる。なんだってめ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの。嫌です。俺は戦うことを選びます。人間のままでもグンタさんの仇を取れる。いい加減にしろ、この分からず屋のクソガキめ。エレン、仕方ない、俺の指示には従えよ。巨人の力も使うな。私たちのそばから離れないで。
が殺す。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。一方的にとどめだ。エルド、なんでよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたからみんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。信じたいと思ったから、みんな俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、岩井兵長もいたんだ。絶対に勝てた。捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ。俺のせいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。
待って、エレン。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺し。待て、落ち着け。一旦離れろ。うなじごとかじり取られていたようだな。生きてます。目標には知性があるようで、殺したいのなら潰すはず。目標はだといいな。目的を一つに絞るぞ。まず女型を仕留めることは諦める。
エレンが生きていることに全ての望みをかけ、俺が奴を削る。